けど、あ、こっち見てもらえないと分かんないです。爪が、ここにある爪が、こっちに繋がっているという感じですね。じゃあすいません、あのレバーでまたやってもらっていいですか。今そこの爪をカチャッと、そう、今かけるロックをかけるとこうやって下に降りてきて、砕石がダンプアップしても落ちないようになっていますと。なんか残土がなんか泥とかそういう感じの時とかだと空きやすくなっちゃうから、そういう時にはロックかけたりとか、あと砕石とかを積む時に、爪をかけてダンプアップして鳴らすような作業ですねをしますと。これが、上にやると閉じるで、そう、下にやると開くっていう感じで、中間はもう何も動かないような感じなんですよね、はい、で一回じゃあオープンしましょうか。これを押してる時に今ピーって鳴ってるんですけど、こんな感じで開いております。これがこぼれんシートで、上げてもらっていいですか。こんな感じでこぼれんシートが上に上がってる時と下がってる時はずっと鳴り続けてる感じです。はい、PTO でしたっけ。あれ、これ PTO っすよね。はい、PTO です。 PTO って書いてあるのと書いてないのがあるんですね。そうですね、うん、クラッチ踏みながら PTO をして、そうするとビデオが入るから、でこれがレバーという感じで、はい、こんな感じで上がっております。で、吹かすと速くなる。こういう感じですね。この後ろバックモニターないじゃないですか。バックモニターないのってどうですか。なんか結構怖い感じあります。うん、あーでも確かに、あ、じゃあ降りてって見てってみたいな。あー、そうっすよね。ちなみに言うの忘れたんですけど、PTO をあれを入れたまま走っちゃう時があるんですけど、そうするとうわーってなるんですよ。それだと壊れやすいみたいな感じです。